皆さんこんばんは。本日は LJL2022 スプリングスプリットデイ9の模様をお送りしております。さあゲーム2ではラスカルジェスターが勝利いたしました。それではゲーム2振り返ってまいりましょう。アイズさんいかがでしたか？そうですね、はい、まかなり見てるこの競技シーンを見てる人からすると、はい、なんでサイドレーンを押さないんだという、まあ、声が出る、はい、まあ、そういった試合内容だったんじゃないのかなってちょっと私は思うんですけど、はい、まずちょっとドラフト見てみましょう、はい、お互い似たり寄ったりの構成を組んだっていうことがまず非常に大きな点で、集団戦構成なんですね。お互い5対5で戦いたいよという中で、そうなった時に、サイドレーンのチャンピオン1対1で戦うサイドレーン中盤からですね、はいはい、そのチャンピオンの力関係っていうのをすごく理解する必要があってですね、はい、アーリがサイドレーンのクリアをするで、はい、ジリアンを選択した。なのでこれはアーリ VS ジリアンのマッチアップではアーリの方がサイドレーンの1対1強いんですね。あ、はい、そうなんですね、はい、で代わりにジリアンは何ができるかっていうと移動速度がすごく速いので、はい、それを利用してサイドレーンのウェーブミニオンだけ除去して戻ってくるよっていうことができるんです。なのでここは力関係としてはアーリが有利なんですけど、はい、ジリアンもある程度対応できるよと。でカミール VS エイトロックス、ここちょっと僕も認識不足でどうなんだろうなと思いながら見てたんですけど、はい、序盤すごくキナツ選手が使うエイトロックスがものすごく勝ってたんですけど、やっぱりスケールでは圧倒的にカミールの方が強いので、時間が伸びれば伸びるほどカミールが強いよっていうマッチアップですね、はいはいはい、でそれを踏まえた上で、まあ、時間が伸びていってどういうゲーム展開になったかっていうので1個動画を用意はしてるんですけど、はい、頭に入れといてほしいのは、はい、この力関係で勝ってる側がサイドレーンをこう押すんですね、はい、でこれは何かこう準備なんですよ。これはでその後に29分30秒で初めてこのサイドレーンで勝ってるチャンピオンが相手のジャングルの中に入る行動をしたんです、はい、中に入ってくる、はいはい、でこれが初めての行為で、これがをもっと両チームともやれれば、主導権があるときにやれればこういったキャッチが狙えたりだとか、集団戦を自分たちで勝訴戦を作ったりだとかっていうチャンスがもっと広がるんですよ、はいはい、で相手選手からすると序盤負けてたので、自分が勝てる時間までずっと待ってた、こういうプレーをやるチャンスをずっと待ってたに対して、 SHG は勝ってる時間帯がもっとたくさんあったのにそれを一切しなかったんですね。なるほど、はい、そのことによってそのチャンスを掴んだのがラスカルジェスターだったと。なるほど、ことなんですよ。まあ、本当にちょっと SHG は勝てる時間帯がいっぱいあっただけにもったいないなっていうのもありましたし、愛の選手は本当にこのワンチャンスしかなかったのをよく掴んだなっていう。しっかり、はい、でもヒーローインタビューではね、怖かったって言ってましたもんね。言ってましたよね、本当にドキドキするプレーではあるってことですね。そうです、そうです、もちろん失敗したらやっぱりその作った準備の時間が全て失われてしまうので、はいはいはい、なるほど、一つのミスでこうゲームが壊れてしまうと言ってましたからね。でもまあその相手さんがね、さっきがよく言ってるあれですね、リスクを背負っていくというところが大事というのが今のプレーですね。すごいはい、ということで MVP 決まったものでございます。レイニャお願いします。はい、ゲーム2の MVP は愛の選手となりました、はい、ありがとうございます。さあこれはやっぱり今の動画の説明でもある通り、はい、そうですね、ただこの愛の選手が MVP 取れたのはチーム全体でミッドのアウタータワーを守ったからこそ、愛の選手が強くなる時間まで待ってくれたこそなので、はい、なるほど、素晴らしいプレーで応えた愛の選手ももちろん素晴らしいですけど、愛の選手が耐える時間までチームとして耐えてくれたっていう感謝も必要がありますね。だお膳立てあっての愛のさんってことなんですね、はい、素晴らしいですね、はい、はい、素晴らしいです。はい、ということで続いてはゲーム3となりますが、アクシス VS V3 e スポーツでございます。さあこちら注目ポイントどこになるでしょうか？やっぱりもうトップスマイトの駆け引きがなくなったという点が一つ大きなアクシスにとっての、はい、ーオープニングで見ましたね、パッチが入ったから、はいはい、ポイントだと思います。なので純粋なそのレーニングフェーズってなった時に、はい、まあ、それでもやっぱり V3 e スポーツよりもアクシスの方がレーニングでは強いと思うので、アクシスは普通にレーニングフェーズでしっかり勝つことを目標に、はい、多分、試合を組み立てると思います、はい、なので V3 からするとレーニングをどう考えるか、14分15分ぐらいまでの試合時間を今まで通りこうユニカ選手のガンクでいなすのか、それともユニカ選手にしっかりファームしてもらってレーニングをイーブンで進めるのかっていう、この2つの選択があるんですよ。なるほど、でそれどっちを選択するかなっていうのが僕の楽しみのポイントですね。レーニングのね、注目していきたいですね。選択15分までのレーニング、はい、そうです、そこに注目してご覧いただきましょう。それでは参りましょう、ゲーム3まもなくです。
さあ続いてはゲーム3アクシバス V3 スポーツの試合の模様をお届けいたします。フィルさん、こちらの試合どうでしょう。そうですね、やはり、まあ、V3 は本当に変わらずなんですけど、序盤のところでしっかりとアドバンテージ握るっていうのをずっとトライしていると。で、実際良くなってきているっていうのは目に見えて明らか。ただ大きな有利を取って中盤に入っているってところまで行っていないっていう中でどうするのか。あとジャングルの変更っていうところでやっぱりヘカリムが上がってきている。で V3 はこれまでトライしているのがボリビアであったりシンジャオであったりっていうところがあるので、継続してその序盤タイプのチャンピオンを使うのか、ちょっと中盤集団戦のところに寄せてくるのかっていうところはちょっと気になるところですね。そしてアクシズには変更点がございます。トップレーナーが交代になりました。トルツー選手、はい、アクシズアカデミーで出ていたスプリット系のチャンピオンが得意なトリンダメアであったりフィオラであったり、なんならトリスターナもやったというプレイヤーになっているので、つまりはスマイルトップがない、おそらく多分まあより今のメタであるスプリットプッシュの得意チャンピオンっていうところを戦術に組み込んでくるということだと思いますね。さあではね、ドラフト楽しみではありますけれども、改めましてスターターから確認していきましょう。まずはアクシスのスターターです。トップ、トルツー、ジャングル、スワンプ、ミッド、メグミン、ADC、サンチュ、サポート、ダイシーとなっております。続きまして V3 スポーツのスターターです。トップ、ワシダイ、ジャングル、ユニカ、ミッド、ユージオ、ADC、ドレスコード、サポート、ヘテルとなっております。さあそして両チームからの注目選手はダイシーとヘテル、サポートですね。まあ、特に V3 のところで言うと先ほどの話に近いんですが、アクションのほとんどがユニカとヘテルを中心に行われているというところがありますし、 V3 のボットレーンのところは 2V2 でも主導権争いのところで積極的に仕掛けていく傾向があるので、あとはそれをどれだけ活かせるのかというところが一つ注目ポイントになるかなと。対するアクシスとダイシー選手、エンゲージが非常にいいんですよね。前回のアリスターなんかも良かったですよね。本当に睨み合いのところでチャンスが来たら仕掛けるっていうマインドセットをしっかり持った上でプレーできているっていうところがあるので、特に今シーズンそのエンゲージっていうところがかなりメタ的にも難易度高いのかなっていう印象がある中でのこの活躍ですから、そのあたりはこのゲームでも注目していきたいなと思いますね。ビジョンスコアも大事、高いんですね。高いですね。このあたりってやっぱり勝ってるチームほど自由にビジョンが取れて消せてっていうところがあるので、上位のチームほど高い傾向にあるのかなと思うんですが、それでもアクシーズで今2番目に高いっていうところで非常に綺麗なコントロールが、そうなんですよね、はい。さあ、まあ、サポートがまずは注目ですけれども、まあ、ただドラフト上は特にトルツー選手は何を使うのか。そうですね、まあ、こういう、まあ、今回デビュー戦になります。なんなら得意チャンピオンもはっきりしているプレイヤーっていうのはメタ外であれば使わせてもらえるんですよ。ドラフトは結構空いたりしますから。トリンダメはちょっと今ねメタなのでちょっと中心すぎるんですよね。多分バーンされるんじゃないかなという感じはしますね。アカデミー時代にそれこそメタ外なのにもかかわらずバーンされ続けたっていうところもありますから、開けて使わせてくれるってことはないと思いますね。そうですね。さあそれではドラフトの方を見ていきましょう。 LGL2022 スプリングスプリットバンピックパワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G-TUNE とともにお届けいたします。サイドの選択権アクシズ、ブルーサイドを選択、そしてレッドサイドが V3e スポーツ、ガリオ、ジャーバン4、レオナ、ゼリ、トリンダメア、シンジャオとなってますね。まあ、トリンはさすがに、まあ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 、そしてレオナをバンしているのも面白いんですが、ノーチラス、これファーストピック、ヘテル選手のこれまで使っているチャンピオンがノーチラス、レオナとスレッシュが多かったはずなんですよ。でもスレッシュヘテル得意ですよね。だからスレッシュに対してノーチラスは、まあ、もちろんエディキャリーのマッチアップ等にもよるんですが、基本的にはカウンターと呼ばれているチャンピオンなので、ボットレーンのところで仕掛けていきましたね、アクシズ。さあどうやらユージオのガリオはもう当分開かないかもしれませんね。まあ他にこれ渡せないぞっていうチャンピオンが出てくるまではもうずっとバンされ続けるでしょうね。さあ信者をバンしてリーシンジンクス、序盤よりリスク取ってゲームを動かすっていうところにさらにシフトしてきましたか。確かにヘカリム相手、まあ、あと残っている中だとヘカリムが優勢度かなり高いと思うんですが、でも 1v1 のところではリシン勝てるので、おーリシンルブラン、
ここ組み合わせてきましたね。ここに来てミッドジャングルからのスケールっていうところを狙ってきましたね。アクシズは、まあ、アフェリオスとノーチラス組み合わせて、まあ、マッチアップの入りがっつり取ると、その上で、まあ、ライズに動いてもらおうということでしたが、ルブラン返してきました。バンフェーズ2ビエゴから消していきます。アクシズとしてはジャングル残っている中だと、まあ、マッチアップ不利ですが、やはり初戦のゴールで強いヘカリも優先するのか。あの集団戦目指していいピックになってますからね、まあ、完全に集団戦に強い構成にはなってますね。はい、おタムケンチを潰して、とにかくもうジンクス守らせないぞってことですかね。だと思いますね。あとは練習動機のところも譲らないぞっていうところで、こうなってくると、あブラウンまで消されますか。ラカンぐらいしか残ってないんじゃないですか、もう守らせない。さあポッピー、ブラウムとバンが入ってピックフェーズ 2V3、サポートを取ってトップを隠すでしょうかね。トルツー選手、ね、何出してくるかっていうところですから。特にチャンピオンプールが独特ですから、あそれでもスレッシュですか、まあ、特にチャンピオンというところでマッチアップちょっと苦しいんですが、特にアフェリオスがグラビタムのアイテム状況の時にはこのスレッシュが狙われてっていうところが危険なタイミングにはなってくるので、うん、まあ、狙われているっていうのを覚悟で取っていきましたね。さあアクシズのフォースヒフスピック、まあ、やはりヘカリムになってくるんですね。序盤のジャングルの狙いどころっていうところに、まあ、本来であれば対応したいんですが、なかなか残っているチャンピオンの中だと難しいので、本当集団戦に寄せてきましたね。さあそしてデビュー戦のトルツーのピックは何になるか。もうサモナースペルでゴーストフラッシュがちょっと見えてるのが気になって仕方ないんですがおお、いきますか、ロックインアクション。初戦から面白いチャンピオン出てきましたね。ちなみに先出しですけれど、多くは、まあ、グレイブスに対して有利が取れたりとかっていうところで、そのあたりにカウンターとして出されることが多いんですが、アクションに何当てますか。カミールでもう、なるほど、じゃあもうトップサイドゲームですね。ミッドジャングルでキルで対応っていうところですね。特にレベル6以降は柔らかい役者に対して、まあ、アルティメットで強制的な眼科を行えると。見てくださいサムラスペル、ゴーストですらなくなりましたよ。まあまあアクションならそうですね。そうですね、はい、イグナイトになりました。アクシズ面白い変更入れてきましたね。すごいですね、アクシズどうあっても尖りますね。確かに、はい。さあまあドラフトからかなり狙いはお互い見えてますかね。まあ、ボットレーンのところだと単純なプッシュ条件だけで言えば、ジンクスのプッシュ能力が高いというところで取りやすい。ただやはり先ほども言ったように気をつけなければいけないのはグラビタムのタイミングでのガンクセットアップ、もしくはこれ2対2でも危険なマッチアップになっているので、そのタイミングでのヘテルがどれだけ安全にレーンを、こなしていけるのか。あとはまあ面白いのがアクシズがトップに集中したマッチアップを作ってきた。それに対して V3 はミッドジャングルが有利っていうところがありますから、まあ、これを生かした方が中盤のところ有利に進めるっていうのは間違いないですね。ここはまあ確実に取っていきたいですね。やはりこうリシンを早めに抑えたっていうのはかなり印象的でしたから。そうですね、実際特に LGL でいうとリシンの勝率ってかなり悪いんですよ。 うまくいっていないってことが多い。序盤うまくいくのもかなり難しい上に、何かアクションが起こせなかった時に集団戦で本当にパフォーマンスを出せないチャンピオンになってますから、勝負仕掛けてきたっていうのはこれは V3 も間違いないですね。わざわざ信者を消しましたからね。さあそれではゲームの方見ていきましょう。さあ始まりました、 LGL2022 スプリングスプリットデイナインゲーム3、ミニオン出撃まであと30秒、アクシス VS V3 スポーツの試合スタートです。お、和紙台もイグナイトですね。テレポートイグナイトの選択にしています。やはりレンジの差、あとは早い段階からのバーストが見込めるっていうところでアクシャ非常に強力ですから、ちょっと気になったのが、はい、ダイシーのサモナースペルの選択がグレイシャルなんですよね。
うん、これ2対2だけを考えるとスレッシュに仮にフック打ったとしてもフレイとフックで返されてしまうとアフターショックがない分だけキルラインに入ってしまう可能性が非常に高いんですよ。なるほど。じゃあ何のためのグレーシャルってなるとやっぱりガンク合わせが非常に強い、ただアクシズトップサイドゲームじゃないのっていうところでこの辺りの選択がどうなるかっていうのはちょっと楽しみですね。ヘテルはガーディアンの選択になっています。ノーリッシュでボットサイドをスタートしたのはアクシーズ、トップサイドから V3 ジャングル回っていきます。 AI フーウィルに今日 54% 結構振り切りますね。多いですね。アクシーズ 46V354%、 あーレッドブランブルバック、これスマイト使わないとファーストキャンプ取れないので、あジャングルルートそのもの変えますか。変えますね。そしてスマイトも打たないといけない。これは痛いですね。痛いですね。チャンピオン的にもレベル6を、まあ、最速で目指してっていうところ一つ狙っていきたかっただけに、本当フルクリアってことですよね。そうですね。まあまだバレてはいませんから。逆にユニカは最速ボットガンを見れるようなルート選択になってますね。いいかもしれませんね。まあ、トップはまあわしらしょうがないでしょう。これは苦しい。ドランシールドビスケットも入れて、まあ、まずはね耐えていくしかないというオーダーになっています。さあウェーブもできていますが、ダイブまではまあスワンプ先ほどの事故もありましたから行えません。おっと面白い。ああなるほど、これで視界を確保して、まあ、スワンプいないぞというところまでワシダに伝わったでしょう。まあ、スワンプがあのレッドバフの事故があるというのは別に知らないわけですから、はい、まあ、最速でガン、セットアップしていればトップの体力状況的にもあったんじゃないかというところでいい警戒になりましたね。さあユニカは素早くスカトル抑えてラプター前にワードのセットアップ、おおフックからのパックンチョッパー、これはいいダメージトレードだ。サンチュかなり体力削れました。いやわしらも連耐えられない、苦しいですね。テレポートを使用しました。まだ3分です。まずは6までしっかり耐えていきたいですね。アルティメットさえ獲得できればユニカ の, あの位置次第ではガンクプレッシャーでレーンのところ耐えていくという選択肢で生まれてきますから、トルツーもここでリコールになりました。ジャングルミッドで作っていく V3 が、まあ、アクションを早めに起こしていきたいということにはなるでしょうが、まあ、最も狙われる対象であるメグミンとしてはレーンを下げるっていうところでこのリシルブラの強みを生かさないような、生かさせないようなウェブコントロールできてますね。ラプター前のワードは確認できた。おお、ここの返し、ここでアフターショックがないのできっちり決められると痛いという話ですね。これにパックンチョッパーまで組み合わさるってなるとアフターショックだと多分半分ぐらい持ってかれると思うんですよね。ウェーブの状況的にもヘテルはレイジを仕掛けはしませんでしたが、あなんかびっくりしちゃいます。気になっちゃいますね。さっきのがあるのでスワンプがジャングル回ってるとギリギリのところで取ろうとするとちょっとヒヤッとしますね。まあ、最大効率でねプロ回そうとしますからね。ドットダメージ落ちるなと思ったらそのまま走り去っていって綺麗に取ったりっていうシーンは何度も見てきましたから。さあテレポートのあるなしといったところでわしらへ連を押し込んだ後スワンプの位置が見えるワードを置けました。ただミニオンを少し押してしまったのでここからまたしばらくミニオンに触れない時間が発生するでしょう。グロンプが湧くタイミングでスワンプやってきますがこれもワードに移ります。ここで位置情報を取れたというのは大きいですね。カウンターとしてそうですね、ドラゴン取りに行きますね。キルのアクションこそありませんがスムーズにオブジェクトにつなげられていますね。ボットもドレスコードヘテルで押し込んで姿を消してのリコールタイミング、このドラゴンはユニカ1人で取ることができそうです。クラウドドレイクからのスタートになりました。続いてはマウンテン、ドラゴンを倒しました。
このウェーブスエルトは次第としてもそうですね、レベル6になってきたので、こうするとガンクする候補になってきますよね。このレーンがワンガンク入れて特にフラッシュ等を落とせばその後もプレッシャー継続ってところ狙えますから、まあ、でも捕まえればイグナイトもありますからね。かなりの確実キルにつながる気がしますが、おっとヘテルが動いたぞ。トルツーワードはリバーに置けていますが、ユニカもここにやってきそうだ。あーただか下がりましたね。警戒できてますね。決まらないのであればといったところでユニカはそのままクルーグでファームを続行中、ヘテルもボットレーンに歩いていきます。このサポートロームのタイミング、ダイシーはスワンプと合流、視界を取る動き、勝ち合いそうですが、お互いにトリンケットで位置が見えた。フック伸ばしてフレイで返している。ここはそうですね、ともにレーンに戻っていくことになりました。ダイシーの一手早いのでここのコントロールを取っているのはアクシズ。 V3 としては次狙っていきたいのはヘラルドになりますね。ガンクプレッシャーでミッドトップのこのソロレーン2つのプッシュ条件取れたタイミングっていうのを作りながらヘラルドを取ってスノーボール狙うっていうところが理想的なゲーム運びになりますかね。そうすることによってルブラン・トリーシのこのパワー、この時間の形を活かせますよね。特にまあルブランか仮にカミールにゴールドしっかり入った状態で中盤入れば1対1のサイドコントロール非常に強力ですから。ただスワンプがトップ、そしてユニカがボットだ。スワンプの位置ワードに移りました。遊女チェインからですが、しっかりめぐみもスキルをつなげてダメージトレードを行えている。スワンプがヘラルドに触っているのはワードで映っています。ユニカはリコールしたようですね。ユージオが押し込んでいるミッドレーンの方からリバーに入っていってプレッシャーをワシレイがかけていきます。タワーの元でミニオンは焼けてはいきますが、止めるためには仕方なかったですかね。そうですね、ただかなりワシレイにとっては辛いワンアクションになりましたね、まあ、チームのためですね。まあ、トップレサイドから行くのは絶対できませんでしたからね。そうですね、はい、デッドしてしまいますから。それだけにこのタイミングでボットを狙いに行ったっていうのはちょっともったいないアクションに見えましたけどね。ユニカそれと少しずれてしまいましたね。おっと狙い撃強勝からチェインは決まっていますが、フラッシュアウトが間に合ってイグナイトもすればドットダメージも耐えることができていましたが、ボットレーンからドレスコードドンピシャのスーパーメガデスロケットでファーストブラッド。キルが取れた以上にめぐみのフラッシュが落ちたというところで、このリーシン・ルブランによるガンクセットアップっていうところが非常に強力になってしまったので、ここから5分間このミッドのプッシュ動機を生かしてオブジェクト、もしくはトップサイドでのキルアクションというところにつなげていきたいですね。これちょっとヘラルド悩んでますね。やめましたか。ボットレーンの主導権が取れていない、ダイシーが寄ってきているんじゃないかってところで人差がなくなるという判断ですかね。リプレイです。うん、トップサイドに寄ろうとしたグループショートしたところをうまくカットして、うん、素晴らしい完璧なスナイピングでしたね。さあまたしてもスワンプがヘラルドに触っているのは見えているぞ。トップレーンサイド常にトルツが、まあ、体力有利も取っているという状況はありましたが、ファーストブラッド取られながらもこのヘラルド取れるのであればアクシズ大きいですね。このままトップサイドでの、使用で、このトップのワームようなところを決定的にしていくと。さあヘラルドと交換でドレスコードにプレートを集める動きはできそうだ。さあ走ったがアルティメットの逃走状態はうまくエクセックアルティメイターまでわしでかわしましたね。これ構成的にトルツー育てに行くのかなと思ったんですが、そうですね、しっかり寄せましたね。山中ヘデキャリーの装備差できることの方を嫌いましたね、アクシス。おっと
トルツ仕掛けに行ったが、そこに潜んでいたのはユニカですが、ミニオンのウェーブもあってさすがに狙えないか。アルティメットはユニカがボディブロック。ヘダルドの突撃のタイミング、フックに対してヘテルが噛み合った。そのまま横からユージョンを仕掛けていく。ただデッドはダッシュしません。これただヘテルがトップのインナー守るためにリコールせざるを得なかったので、カウンターでボットのファーストアワーというところを VC 取れなかったですね。そうですね、トルツーが3対1だったらさすがにあそこ入れなかったでしょうけれども、2対1だったのでタワープレート1枚残りましたね。こう、まあ、とにかくスキルを打って相手の体力を削ると、これによってなるほど、ただユニカが反応しなければ危なかったですね。確かにキルラインでしたね。はい、トルツもすごいですね、あそこで2対1でも、まあ確かにね、倒しきればそこから1対1で体力が確かに取ってましたけどまあでもあの辺りの自信があるプレーからもう本当に得意チャンピオン、デビュー戦ですけど、なんだ確かに緊張してるかは全くないですね。今のアクションできるのであればそうですね。これでドレスコードのフラッシュがダウンしています。マウンテンドレイクアップしたタイミング、レーンはもう一度戻して、ドレスコードヘテル、サンチュダイ C がボットサイド、ミッドのプッシュはそろそろメグミン早くなってくる。スカトルは取れていますが、ユニカもリコール遅れましたから、ここはアクシズの獲得になりそうです。 V3 としてはこの辺りから少しアクションを増やしていかないと、死なせるところで単純にヘカリムとノーチラスに対してリーシンとスレッシュですから、アクシズの方が死なせの方が強いんですよね。リーシンとルブランコ一緒に動いていくようなところがまだ見れないですね。先ほどのミッドバンク非常に良かったんですが、あれ決め、まあでも切るにはなってますから、ドレスコードあそこでできた、まあ、フラッシュの差、はい、めぐみフラッシュがないから怖いよねっていうところを生かしたアクションっていうところがまだないですね。さあオブジェクトもここからしばらく途絶えますが、サンチュダイシー待ってはいますが警戒している。サンチュ赤白インファイト、かなり強力な武器状況なので、まあ、仕掛けていきたいと、まあ、かなり優先して取ったマッチアップですからね、ここ。そうですね、はい、ノージラスファーストビッグですから。さあタープレート、ここでなくなった。けたたましいピンが出ているのはボットサイドのレッドですから V3 ですね。ユニカが寄ってきていますが、ワードで映っている面白い移動ではあるんですがバレています、引けていますね。ただこれによってミッドジャングルのプレッシャーでボットレーンが有利になってくるので、ファーストタワーのところはしっかり折った段階で V3 1対1開始できそうですね。おっと、こちらもゲートを使ってみんなタップレッシュかけてきますが、ユージオが3分見つけた。アルティメットにはディストーションで対応、ただトップレーンのカバーに行くことができない。ヘテルが寄ってできて守れるか、ワシダイはリコール、ユニカこの位置、友情が合流することでタワーの破壊を防ぎました。続いて2体目のヘラルドまで1分ほどです。ここから重要になってくるのがやはりサイドアクションで友情の方が強いというところがあるので、ミッド主導権取りつつそこを生かすようなマクラクションっていうのをしていきたいですね。 V3 アクシズはどうしますか。アクシズとしてはまず、その V3 のサイドアクションを受けないっていうところのサイドレーナーの警戒っていうのがまず一番大事なんですが、逆に言うとトップの 1V1 では勝てるっていうマッチアップになっているので、ミッドの主導権争いかなり重要になってきますね。ここからまあエリキャリー同士の睨み合いにサポートが加わるようなところがメインになってくると思いますが、この場合どうなんですかね。
インファーラムは今産地ありません。視界を消しつつドラ、ヘラルド20秒前。アウタータワーがないのが、まあ、トップとボットで入れ替わってはいますが、トルツ隠れながら友情に忍び寄る。ブリンクした後マッチアップが変わりましたね。チェインからいやただトルツ痛い。ちょっと1対1だと対応するのむず。おっとこれはいいフック。パックンチョッパーは絡み合っていませんがダメージ足りるか。ただ後ろからスワップかけてきてキルに届かなかった。ただユニカもここには対応。あーっと最後決めていったのはサンチュー。そして大志体力ギリギリながら戻ってきてフックは決めますが、参戦してきたワシダイがキル回収に成功。さあ今度はトルツーもやってきた。連戦だ。ワシダイ捕まるフックショットですが次々にキル回収成功していく。あーっとここはバフに守られつつ逃げていく。ダメージ足りないか。なんとかユニカは生き残りました。今のシーン V3 の積極的な仕掛けではあったんですが、良かった点としてはワシダイがサイドコントロールを取ってミッドにグループしてきているタイミングだった。ただ良くなかった点としてはユニカが反応遅れていたので。リプレイです。どうでしょう、これコミュニケーションエラーですね。今戻っていきましたね。そうなんですよね、上側に入っていっていると。もともとスタンバイした立ち位置であればランタン一つで合流できたんですが、これまず大石を取れなかった。カウンターとしてスワンプ、ただ取りに行った分だけドレスコードが落とされてしまいましたね。ここで大石生きてたの聞きましたね。中盤のところでのこのアグレッシブな仕掛けの判断というところは別にかなり良かったですよね。さあリプレイ中にドラゴンに触っているのはアクシズ、取れれば2スタック目。ヘラルドに触っているのは V3 と。これ先ほどのゲーム同様、ミッドの主導権がサイドのコントロールというところにかなり関わってくるので、このヘラルドでミドファーストを取るというところができれば V3 がその後の展開はかなりプレーしやすくなりますね。そうですね。さあリコール中の大石をトリンケットで確認。これはまあリコールかどうか分かりませんから、ちょっともうこのボトル寄れないぞという判断にわしでなりました。さあヘラルドを抱えているのはユニカ。ミッドへのルートもカットできそうだぞ。チェーン決まった。ただキルには届きませんでした。ディストーション戻ったところにメグミンがいる。ランタン回収ヘテルが行い、ミニオンの対応サンチがやっていますが、ヘラルドが使えない。今 V3 としてはワシダイがサイドのタワーを捨てる形で無理やり作った。あーっとヘラルド召喚しましたが、ちょっと噛み合ってないですね。テレポートで対応されている。そしてトルツは下がっていく。今ワシダイがミッドにグループしてキルを狙いに行ったタイミングでヘラルド召喚、人数下がるタイミングでのタワー指示であれば取れたと思うので、ちょっともったいない判断になりましたか。まあ、アクシズドレスを中心に一方的に有利が取れたようなシーンになってしまいましたね。20分段階でアクシズがむしろ有利を作っている状況なので、はい、そろそろ集団戦のパワーはアクシズの方が明確に上という時間帯に入ってきそうですね。その状況でドラゴンスタックが負けてしまっているのもちょっと苦しいですね。次 V3 としても戦いに行かなければいけない。これアクシズがかなり有利なドラゴンファイトを持ち込めそうです。フックショット、フクセックアルティメイタム、ユニカが合流。これは取り切りたい。メガデスロケットも飛んではきましたが、その前にキル回収成功はワシダイ。まあ、こうしたキャッチでゴールドを集めていけるというところは、まあ、やはりスキルセット揃えているところですね。一つのミスが取っている構成の強みですよね。これがルブランド側でも近いことができるので、うん、このプレッシャーをまあ生かしながら、サイドコントロールでミッド人数差というところにつなげていきたいんですが、
ミッドのファーストは取れなかったっていうところで、もっとこれをつなげるためにはやっぱりミッドラウターが壊したいですね。どうしても壊したかったです。壊したかったですね。もうサイドはお互いに割れたので、もうミッドレーンに AD キャリア置けますから、まあ、若干ですがドレスコートの方が装備勝っているというところを生かして3対3で主導権もぎ取っていくしかなさそうですかね。まあ、かなり最近だともうゲイルホース持つしかないみたいなところも多いですが、ドレスコート今回は次にクラーケンスレイヤーですね。結構飛び込んでくる怖いチャンピオンいるんですけどね、まあ、火力を優先したということにはなりますね。まだスレッシュがいる分だけディスエンゲージャーもそこに頼ろうという判断かもしれませんね。さあドラゴン1分30秒、 V3 はもうガツガツ行くしかないですかね。次のドラゴン取らせるっていうのはかなり危険なので、ここまあファイト判断しかないかなと思いますが、ワシダイも寄せてきて、まあ、トルツは当然テレポートがないのでボットサイドですね。そしてメグミンが対応中ですが、トップサイドテレポートのクールダウンはちょっとどうでしょうね。残り1分ほどでドラゴンが来ますが、さあ隠れながらトルツがリバーの様子を伺っている。残りドラゴン50秒、集団戦の形としてはやはり作りやすいのはアクシズですよね。バックラインも壊しやすいですからね。サンプがアルティメット、ダイシがアルティメットだけでもかなり陣形崩壊しますから、これに対して V3 が狙っていきたいのはこの視界の奪い合いの際のキャッチアクションですね。ただかなり時間があったのでメグミンここまで押せてタワーの破壊にも成功、そしてクールダウンちょうど上がりそうですね。アイテム変換してぴったり返ってこれそうです。あ、ただ歩いて歩いてますね。レッドバフを確認、後ろから遠慮するか、ファイトはしない判断、ドラゴンステル代わりにミッドファーストアワーというところでなりそうですね。それでしていきますか。取れればサイドのアクションというのをより減らすことができますね。さあタワーの破壊に成功、アクシズドレスコードミッドレーンに戻れない。友情これ前へヘテル横からフックを狙いました、これは決まらず、ドラゴンは V3 ミッドのアウタータワーとトップのインナータワーをアクシズ破壊となりました。これどうでしょう。アクシズとしては、まあ、さっきのタイミングで集団戦がつい狙いに行ってもいいのかなっていうシーンではあったんですが、よりフロントであるヘカリムとあとは3地の3コアっていうところを待つような判断になりましたね。実際ドラゴン 2-1 で有利な状態でしたから、まあ、安全策としては悪くない判断だったのかなと。これもう和紙代連かなり苦しかったと思うんですが、カミールじゃないですか、対面アクションでこれどうなるんですかね。やっぱり装備状況が常についている状態ってなると、これが埋まってきて同等の装備だよってなるとカミールも十分戦っていけるとは思うんですが、このままこの装備差キープされきついのは変わらない。トリダメージゲイルフォース前に出てくるサンチュー、旧月光の祈りで落とそうとはしましたがヘテルが守りましたね。中盤の睨み合いのアフェリオスの、まあ、強み一つですよね、はい、これを初戦で板場がジンクスでやったっていうのが、うん、驚きだったんですがなかなかジンクスでないですよねあんまり見ることないですね、あのプレー。まあ、でもアフィリオスみたいな、ね、ダメージ出てましたから、ま、18分段階で 2.5 コアとかでしたからね、まあ、めちゃくちゃゴールド入ってましたからね。まあ30コレクターも選択していますし、確かにキラー見えればああいった動きしてもおかしくないですね。いやフックここ当たらない。ゲーム時間すでに25分です。やはりミッドからの視界というところでアクシズが先ほどのタワーの破壊によって一気に有利になりましたね。ここからの注目ポイントとしては、そうですね、スワンプのもう装備が十分フロントとしての装備状況になってきているので、こうなるともうダイシーがチャンスが来るまで待ちつつエンゲージするだけと、それに対して V3 がやはりエンゲージが弱い構成の中で、まあ、友情のフォークキャッチっていうところをベースにゲームを組み立てていかなければいけないんですが、
さあレベルは負けていますが、わしだい仕掛けていく、めぐみんならいけるぞという判断。イグナイトも入ってシャットダウンゴールド獲得、わしだいソロキル。ここでゴールド稼げたというのはわしだい非常に大きいですね。テレポートを持っていないのでめぐみんが向かうしかなかったというところあると思いますが、きっちりとキルライン見定めていきましたね。わしだい先ほどからソロレーンのサイドでのマッチアップというのはコロ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 変わってはいるんですが、うまく有利なマッチアップになった瞬間を逃さなかった判断、見事ですね。さあトルツーが対応に向かうのでタワーは守れそうですが、わしだいとして本当にありがたいゴールドでしょうね。これで通行入ると、見つけるか、間に合いそうだ。ワードそしてコントロールワードから一度パッシュのバリアは張りますが、イングナイトもかけられている。そしてアルティメット防いでくれるものはありませんでした。シャットダウンゴールド今度はトルツーへ入ります。まあ、スキルがなかったっていうところもありますが、まあ、やはりこのマッチアップ単純な 1v1 はきつそうですよね。もう完全に先手も取られましたからね。さあお互いに3スタック目が狙える、続いてのドラゴンまで1分20秒ですが、和紙台22秒のデスタイマーと見てアクシズが触ります。ダイシーの位置は見た。ユージオがチェインから体力かなり削った。ただ爆雷発射からスネア元に戻れるか、かなり逃走状態。 CC でユージオ捕まり続けている。なんとかディストーション逃げていきました。その時にはすでに人権崩壊していた。ポータルでやってきてアクシズに飲み込むように V3 を倒していく。3キル獲得です。エンゲージを狙っていたダイシーを逆に狙っていくってユージオの判断非常に良かったんですが、その後の CC の時間あまりにも長かったですね。一度撤退できればというところでダイシーがもうスキルを置いていったっていうので逃げ切れませんでしたね。リプレイです。ここまあ前のポジションで、ね、これバロンベイトなので、はい、前に来た敵を仕掛けてやろうと、仕掛け役のダイシー視界が取れた瞬間にユージオとユニカで綺麗に狙ってはいったんですが、スネアノックアップ、スネア逃走状態全く動けずやっと動けたんですけど、その時はもう戦えなかったですね。やはり単純な手段戦の強さっていうところではアクシズなので、まあ、V3 としてはうまくはいかなかったものの、今のアクションを続けるしかないと思いますね。さあドラゴンは来ました。ユージオが誰か来れば捕まえられるぞという位置ですが、メグミンぐるっと迂回しているのでこことは出会わない。ワシダイもドラゴンピットの後ろに隠れます。これを見てサンチがまずはミッドラインのプッシュを図る。スワンプとダイシーリバーの中の視界絶対に渡さないぞと草むらの中で待っている。ワシダイの位置が今コントローラーに移りました。ユージオまだバレていないか。ドラゴンを起こしつつフックショットから前に出てめぐみにチェインが入っていますが、スネア返されてわしだい捕まった。ドラゴンラッシュは間に合うか、いやリセットになった。わしだいストップウォッチからキルをなんとかスワンプ取ろうとするんですが間に合わなかった。爆雷足のノックアップ食らっているのドレスコロ、ただしここでヘーテルのフックが取るつ捉えた。ストップウォッチから生き残っていましたが、サンチの月光の祈りでドレスコールは吹き飛んだ。そしてトルツーが残ったメンバー刈り取っていく。アルティメットでスワンプが逃走状態させた後仕留めていくのはめぐみ。デスタイマー的にインナータワー触り出したタイミングで20秒あればネクサス前届くのでネクサスまで折り切れそうですね。エース獲得、バロンバフ1分残っています。ミニオンも到達していました。さらにはめぐみがミニオンを送り込んで確実にエンドになるでしょう。さあゲーム時間30分、この試合制したのはアクシズとなりました。トルツー選手のアクション面白いピックが飛び出してきましたね。そしてデビュー戦を、見事勝利で飾ることができましたね。アクシズ本当に、まあ、トップスパイトから始まり常になんか新しい戦術を組むことによってなんていうんですかね、対応しなければいけないゲーム展開に持ち込まないというか、うんうんうん、自分たちが自分たちの強みを押し付けるような戦略を組み立てている印象はありますね。
やっぱその方がそのゲームの中で考えること本当にリーグオブレジェンド多いと思うんですが、ある程度こうシンプルになりますですよね。間違いなく相手に対応するっていうのは本当に今の LGL だと DFM がよくやってますけど、単純な難易度が凄まじく高いんですよね。相手がやりたいことを完璧に理解した上でそのカウンターを思いつかなければいけないところありますから、ゲーム中にゲーム中に、はい、でしかもそれをちゃんと実行する能力も必要ってところありますから、アクシズが取っているこのシンプルな自分たちの強みを押し付けるプランっていうのは本当に綺麗だと思いますね。さあ最後の集団戦リプレイです。これ面白かったのが、和紙台をおとりにして止めに来るプレイヤーを2人のユージオと和紙台でキャッチしてやろうって判断だったんですが、ライズのビルドが硬い硬い全然削れないですね。これがそうですね、確かに狙う対象がほとんどいないですね、こう見るとっていうところでしっかり対応されてと。ユニカリュウの怒りからの球止められていればでしたが、まあ、結果的には変わらなかったかもしれませんが、取れなかったところも多かったですね。シュナスの形としては陣形崩れてからアクションが入るっていうところで一番いい形での参戦できてましたからね。そうですね、この体力状況で向かっていくのかってところもありましたけどね、スワンプよくアルティメット残ってましたね。本当ですね、うん。そしてこのままエンドとなりました。アクシズ面白いですね、どんどんと新しいものが出てきますよね、うん、これでこうシーズンのスタートが非常にいい形で切れたところから少しこう、悩みがありましたけれども見事一勝取ったと。そう、不安だったのがトップスマイトを開幕から使ってきたっていうところで、他のベーシックな戦術大丈夫なのかなっていうところはあったんですが、ここに来てまたガラッと違うって言ってきましたよね。ただそのトルツー選手 の、 そのチャンピオンピックが、まあそのどこまで増えているのか分かりませんけれど、かなり尖っているので、うん、ここどうなんでしょうね、イロシ使い分けみたいな戦術も出てきたりするんですかね。相手によって変えていく、トップが特に狙い目だなっていう相手にはトルツー選手で行って、逆にボットベースでとか、うんうん、あとはまあ集団戦に特化した安定感のあるっていうところではイロシ選手みたいな使い分けを予想できますね。運用としてはちょっと難しいと思うんですけれども、世界的にやってないやってるチームもありますから、できれば面白いですよね、うん、面白いと思いますね。その分だけやっぱりこう自分の押し付ける作戦をたくさん考えて相手に対応させるっていうところ、まあ結構成功してますから。成功してるんですよね、はい、もうトップスパイトはまさにそれでしたけれども、まあ、シーズンの戦い方本当にうまいですね、アクシーズン。さあそれでは現在ゲーム3の MVP 投票ツイッターにと行っておりますので、皆さんぜひ、ご参加ください。それでは、本日の最終試合ゲーム4クレストゲーミングアクトバスバーニングコアをこの後お届けします。それでは一度インターバルです。